お花はんは NHK 連続テレビ小説の第6作である。1966年4月4日から翌1967年4月1日にかけて1年間放送された。明治中期の愛媛県大洲市出身の茶目で明るい主人公、花は軍人とお見合いで結婚し子供も授かったが、夫は病で他界してしまう。女手一つで子供たちを育てながら、 幾多の困難を乗り越えて成長していく姿を描いた。モデルは原作者の母、林花である。連続テレビ小説で実在人物を主人公のモデルとして描いたのは本作が初めてであり、明治時代以前を描いた作品としても同様である。主人公花役は当初森光子に内定していたが、撮影開始直前の1965年11月に、 急病により降板し、急遽白羽の矢が立ったのが、柏山文江であった。明治36年、お花藩という愛称で呼ばれる、朝お花は、明るくお茶目で人気者であった。お花藩が、松山県立女学校を卒業するとすぐに父は、花と、早見中尉との縁談を決めた。お見合いを嫌がる花は縁談を壊そうとしていたが、一方の早見中尉も予想されるロシアとの戦争を、 前にしている今なので、縁談を断りに来たのであった。しかし、二人は妙に親近感を覚えて結婚することとなった。二人と花の父母は、婚礼のために、鹿児島へ向かった。男尊女卑が色濃い鹿児島で、早見の祖父はよそ者に冷たかったが、花の明るさが気持ちを和らげた。婚礼の後、二人は、早見の転属先である東京で、新婚生活を始めた。 長男、健一郎が生まれた時に、日露戦争が勃発し、早見は出生したが、やがて無事に帰ってきた。早見の転属により、一家は広崎へ移ることになったが、長女が生まれたばかりであったお花は、んと二人の子は、春まで出発を伸ばして早見だけが赴任することになった。赴任先へ向かう途中の汽車で、早見は自殺しようとしていた女を助ける。その女は、 広崎の芸者であった。いつしか彼女は、早見の自宅に通うようになっていた。長い冬が終わり、広崎に着いた、お花藩は、その事実を知り苦悩する。どうにか縁が切れて一安心していたところへ、早見のドイツ大使館勤務が決定する。忙しく、荷造りをしていたところ、夫の早見は演習中に休止してしまう。未亡人となった、お花藩は、愛媛に戻るが、 実家の家業は傾きかけており子供たちを残して医者を志して単身東京に行き東京女子医生で学ぶ。しかし母の休止や様々な理由で医者になることを諦め産場として働き始める。1966から67年の平均視聴率は45.8%最高視聴率は56.4%。放映当時その人気ゆえに 毎朝放映時間になると、水道の使用量が激減する現象が全国で見られたといい、国民的人気ドラマとなった。他オリジナルと3種類の編集版がある。現存する映像はすべてテレビ画面をフィルムカメラで撮影し編集したものである。本放送で放送されたもので、放送回数全310回のうち現存する回は、第8回、第10回、第58回、 第91回、第95回、第96回、第155回、第168回、第228回の9話のみである。大変な人気を博したため、時間帯の都合で見られない視聴者のために、1週間の内容15分6話を1時間に再編集した特集お花版を、1966年7月3日から毎週日曜日に放送した。 この特集お花半四48話は全話現存する。連続テレビ小説の初めての再放送の第1作目連続テレビ小説アンコールのため前述の特集お花半を半年間の再放送枠に合わせて1話15分に再編集したものである。お花は無双終編として全後編各100分全10巻がセルビデオとして発売。 現在視聴可能なのはこのセルビデオ版である。すでに編集された特集お花藩の映像を、さらに16時間半に大幅にカットしたため、前半の当時一気に人気を加速させた、お花藩と早見の見合いの行きさつや、結婚後の義ソフトの確執と赤い、三雲先生との行きさつさらに話の途中何度も登場する水おろぎなどの、登場人物の描写など、重要な場面がすべてカットされている。 お花藩放送以前の1962年11月2日、単発のドラマとして NHK で放送された。第17回芸術祭奨励賞受賞。単発ドラマで森光子が主演を務めていたことから、お花藩でも森が主演となる予定であった。他の出演者には、東山千恵子、上山茂、沢村貞子、蜷川幸雄、加藤武、北村和夫などがいる。 原作は、随筆家の林健一が母、花の半生を綴った、お花は、ん一大器。林花が実際に生まれ育ったのは、徳島市であったが、ドラマ化に際しては、愛媛県大洲市に、物語の舞台が変更された。この変更は、公式には、繊細で、徳島の古い町並みがほとんど失われたため、古い町並みの残る大洲が選ばれたからであると、されているが、 一説には、撮影に際して、徳島市が、費用などの便宜に難色を示したからであるとも言われる。後日、徳島市は大変悔しがったという。お花藩通り、大須市には、お花藩通りがあり、名所になっている。また番組名を取った名家も存在する。防災行政無線の時報も、お花藩のテーマ曲のメロディーである。放送が自宅で見られるよう配慮し、 始業時間を繰り下げた企業もあった。ドラマのテーマ曲はインストゥルメンタルであるが、レコード版では歌詞が付けられ倍賞千恵子が歌っている。その他、映像作品では以下の使用例がある。最終回は、柏山の演じる、お花は自身がドラマの第一回放送を見るシーンで終わっている。ドラマの中にそのドラマ自体が登場する演出は、本作と2011年度下半期の カーネーションのみである。なお、最初の構想では、最終回でお花繁がなくなるという設定であったが、モデルとなった人物が当時存命であったため、上記の設定に変更になった。再放送時間は、従来は月から土12時40分12時55分枠であったが、本作より12時45分から13時と5分、繰り下がった。本作以降、 映画がタイトルに含まれる作品は、高視聴率になるというジンクスがあり、NHK もこれにあやかる傾向があるとされる。ありがとうございます。